たくさん漫画ばっかり紹介してるから、結構今日毛並み違うんだよね。結構可愛いんだよね、今日。で、僕さ、自分ツッコミグマ好きなの知ってる？ツイッターに前貼ってた LINE のやりとりとかで、自分ツッコミグマの LINE スタンプとか連打してたの知ってる？僕自分ツッコミグマが大好きなんですよ。ツッコミグマが。で、その自分ツッコミグマを書いてる作者が長野さんっていう人なんだけど、その長野さん今結構バズってるんだけど、その長野さんの書いてる、そのちいかわっていう漫画があって、これがもう僕買ったんだけど、マジで今すぐ買おう。終わったら。マジで面白い。面白いっつうかね、なんだろうな。モルカー流行ったじゃないですか。この前。モルカーってさ、なんかさ、ちょっと人間の闇とか、ちょっとかわいそうなところとか、そういうのがドキュンとくるじゃないですか、胸に。これも同じ系統にあるよ。だから、表面つらすごいかわいいキャラクターたちが仲良くしてるんだけど、結構ね、裏側ドロドロなんだよね。裏側ドロドロだわ。なんかね、えぐいところとか、容赦なく、そのちいかわたちを襲ってくる敵の集団とかが、点在してて、そんな中でもなんかメルヘンチックに生きている小さくて可愛い奴らのお話なんだよ。意外と深いからこれ、世界観。面白いよ。絵柄はね、ほんと絵本みたいなんだけどね。で、僕がね、その中にいろんなキャラクター出てくるんだけど、モモンガとウサギの2強ですから、この漫画は。マジで。モモンガがね、ガチで可愛いから、まず見て。モモンガ。どんなキャラかっていうと、まず、可愛いモモンガなんだけど、なんか精神を誰かに乗っ取ら、入れ替えられて、化け物の精神が入ってんだよね。モモンガくんは。ハチワレじゃなくてモモンガ。モモンガくん。で、すごいなんか自分の容姿にコンプレックスを持ってる僕みたいなやつがなんか黒魔術で、かわいいモモンガと心を入れ替えてもらって、で、僕みたいなやつがモモンガに入ったんだよ。そしたら、なんか自分の可愛さを誇示してやるぜ、みたいな感じで、なんか、俺可愛いだろう、みたいなのを街に喧伝しに行く、モモンガが。それがね、可愛いんすよ。自分みたいで。容姿コンプレックスすごいやつが入って、可愛い、モモンガに。面白いよ。そういうまず見よう。ウサギはね、頭くるくるパーなんだよね。いつもね、パーみたいなこと。パーハーみたいな、喋れないんだよね、ウサギ。ちょっと知能指数が 低いから、ウサギ喋れないんですよ。うわーパーハーみたいな、ずっと叫んでるだけなんだけど、その、バカっぷりが好き。なんか勢いだけで、生きてる感じが好き。やーってかしか言わないの。でも、ちいかわ、周りの、主人公キャラたちは、バーとか言っても分かってくれる。その 優しさが好きです。なんだろうね。うさぎどんどん好きになるよ。僕も最初うさぎなんだこいつ、頭おかしいだろうと思ったんだけど、そう、幸せそうなやついんの。ちびまる子ちゃん知ってる？ちびまる子ちゃんの山田くんみたいなやつ。言ってしまえば。ちょっとおバカなんだよね。山田くん分かる？ちょっとおバカな子いるでしょ。それがうさぎ。パーっていう そんなのさ、なんか明らか毛並み違うんだけど、もう主人公格に入ってるのがいいんだよな。そこのなんか距離感とかないんだよね。主人公のハチワレとクマに。別にパーって言っててもいいじゃんみたいな感じで友達になる。優しいよな。あと、インさんみたいなやつマジでいるから、一巻買って後半の方になると、ラッコが出てくんだよね。そいつが インさんみたいだから まあ暇があれば見てみてください 俺の剣は強いぞみたいなのをずっと言ってただけ あとなんか、その、ラッコなのに、なんか車の中で、いつも強そうにして偉そうにしてんのに、車の中で口ずさんだり歌ったり、口パクで歌ったりとか、そういうお茶目なところもあったりして、まあ全部坂本みたいっつったらそうかもしんないけど、いや失礼だよ、それは。それは失礼なんだけど。ケイさんみたいな鎧のやつはいっぱいいるから。そういうなんかね、種族がいるんだよね。鎧種族みたいなやつ。マジ面白いよ。まあ、一巻だけ買ってもいいんじゃない？まだ一巻だけしか出てないけど。騙されたと思って。男でも結構見入るところあるんで。